はい、それでは定刻になりましたので、ただいまより、ともいき講座、認知症とともに生きる始めさせていただきたいと思います。今日司会を担当します平尾です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は本当にね、コロナの状況の中で、ね、こうやって対面で開催できることを本当にありがたく嬉しく思いますし、皆さんね、こうやって集まっていただいて本当にありがとうございます。じゃあ、早速ですけれども、最初に本学の学長の平岡聡先生よりご挨拶いただきたいと思いますので、平岡先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。緊急事態宣言、今日カジュアルな格好で、あ、すいません、どうぞ。むしろこんな感じですね。はい、コロナ緊急事態宣言が明けたとはいえ、まだまだお邪魔しにくい中、ようこそ心ともいき講座においていただきました。ありがとうございます。なんか例年よりもなんか多いような感じもしますけれども、本当に嬉しく思います。開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。ご承知の通り、2015年に、全国の自治体に先駆けまして、認知症に優しい町富士という首相宣言がなされました。そして、その宣言を具体化するために、翌年の2016年に宇治市の認知症アクションアライアンスレモネードという活動が始まって、そして今年でちょうど6年目を迎えるということになります。ご承知の通り、昨年代コロナ禍の影響で、いろんな活動が制限される中ですね、レモネードの活動もその例外ではなかったわけでありますけれども、そんな中で対面あるいはオンラインでの対応、非常に地道に活動を続けてこられたというふうに聞いております。で、このレモネードの活動に本学も参画をいたしまして、認知症に優しい町富士、この実現に取り組んでいきたいというふうに考えております。と言いますのも、この大学の見学の理念が、共生とか言ってもともいきと我々は呼んでいますけれども、このともいき、この理念にこのレモネードの活動が合致するからであります。で、タイトルにもありますように、認知症とともに生きる、まさにともいきということでございます。私事で本当に恐縮なんですけれども、私の母も認知症を患って今施設に入所をしておりますし、私自身がもうすでに物忘れが本当にひどくなって、こういう名詞は特に出てこない、近々認知症の可能性もあると思います。で、そんな中ですね、私の母も含めまして、私自身がそうなったとしても、皆さんと共に生きるような、そして共に生かし合うような、生き生きできるような、そんな社会が実現していたらいいなというふうに思います。このレモネードの活動を通じまして、ともいきの輪が宇治を起点にしながら、宇治市を越え、京都府を越え、そして日本に広がり、そしてひいては世界に広がっていくような、そんなことも見ながら、この活動を支援したいし、見守っていきたいというふうに考えております。短い時間ではありますけれども、認知症に対する理解が深まって、そして、認知症と共に生きるような、そんな社会が実現することを記念しております。短い時間ですけれども、皆さんにとって有意義な時間になりますことを記念しております。よろしくお願いいたします。ラバットジャンナ、力強いメッセージをありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今日は藤田さんご夫妻と増村さんのお話がメインなんですけれども、ちょっとその話に入る前に、私が大まかなこの認知症に優しい町おじを作る取り組みについて少し前振りをさせていただきます。よろしくお願いします。と、はい、学長ちょっとお忙しいので、また途中で失礼させていただきます。はい、皆さん、日本がですね、高齢化社会が超高齢化社会と言われることはもうご存知だと思うんですけれども、2025年、今からもあと4年後にはですね、
高齢者65歳以上の方が、3人に1人というですね、日本では時代を迎えることになります。でその中でどれぐらいの方が認知症を持たれることになるのかということなんですけれども、5人に1人高齢者のですね、方が認知症を持たれるということになります。認知症ね、今日のお話も分かると思いますけれども、非常に早期から重度の方までおられるんですけれども、全部ひっくるめて、5人に1人の方になれると、つまりは15人に1人の方が認知症を持たれるという社会に我々はこれから生きていくことになります。そうなりますとですね、皆さん認知症というと何かこう医療とか介護福祉のケアだけをね、専門的に受けてみたいなイメージを持たれているかもしれませんけれども、もう15人1人が認知症の時代になりますので、この街の中でですね、認知症のご本人とご家族を持たれても生活をしながら、まあ、安心して暮らせる、まあ、地域を作っていくということが、まあ、テーマになっております。で、認知症の方にとって暮らしやすい社会というのは、まあ、認知症を持たない高齢者の方にとっても暮らしやすい社会になるでしょうし、障害のある人、あるいはもう私たち皆にとってですね、暮らしやすい社会になるのではないかと思ってまして、まあ、認知症っていうのは、まあ、新しい社会の、これからの社会の、まあ、試金石である指標であるというふうに、まあ、自分ごととして受け止めて、我々も活動しています。先ほど学長の挨拶にもありましたように、まあ、これまでうちはですね、認知症の、活動というのを、ずっと伝統的に、してこられて、それでそれを受けて2015年に全国の自治体として初めて認知症の人に優しい町福祉を目指すということを市長が宣言をいたしました。でこれは認知症のね、ご本人ご家族の方と横並びで市長が宣言している、まあ、記念すべき写真なんですけれども、でそれを受けまして翌年2016年からですね、宇治市認知症アクションアライアンス、まあ、愛称レモネードという活動が始まりました。コンセプトはですね、認知症のご本人ご家族を中心にして、まあ、生活の中で関わられる買い物ですとか交通機関ですとか、まあ、金融機関ですとか、あるいは学校がいろいろあります。我々京都文教大学は宇治市にある、まあ、唯一の、大学なんですけれども、まあ、そういう町ぐるみでですね、立場や世代を超えて私たちがつながって、そして一人一人が、まあ、できる範囲で自分ごととして、まあ、何か行動、アクションを起こしていこうというのがこのアクションライアンスのコンセプトであります。で、まあ、具体的に例えばコープさんと、今日コラボさせていただいて、まあ、買い物支援ですね、ご本人が例えばレジで細かいお金を出しにくくなるみたいな、そういうこともあったりするんですけども、スローレジを作っていただいたり、まあ、こうやって少しパートナーの方がサポートいただくことで買い物を楽しめるようになるというようなことですとか、それからまあお仕事がしにくくなってもですね、まあ、宇治市の伝統産業の一つである、茶摘みにですね、まあ、良質な、認知症の方が、労働力を提供されて、そしてまあここには本当に認知症の方も認知症でない方もいろいろ集まってますけれども、まあ、そういうことをやっていくと、取り組みを、これまでやってきました。その中で大学がですね、まあ、どんなコラボができるのかということも、まあ、これまでやってきたことなんですけれども、まあ、大学に求めることとして、まあ、研究をですね、何かというふうなことで最初お声掛けいただいて、で、まあ、当事者研究というのも始めています。当事者研究というのは、まさに認知症のご本人やご家族が認知症を持たれた時に共にどういうふうな世界を生きておられるかということを、まあ、まず理解していくということが大事です。今日の話もそのご経験をですね、皆さんに語っていただくということがメインです。でその中で認知症のご本人とご家族がどんなことをね、必要とされているのかということがおのずと見えてきますし、まあ、その中で認知症とともに生きる知恵とか、まあ、技術技みたいなことを、まあ、これまでも面々と受け継がれてきてるんですけれども、まあ、それを我々も引き継いでいきたいというふうに思っています。まあ聞いてはですね、我々の宇治では認知症のご本人とご家族が宇治市の
いろんな施策とか、あるいは立案とかですね、あるいはそれがちゃんとできているかという評価なんかに、まあ、本人が参画していくっていう、こういうことを、まあ、自治体としては先駆けてやってきています。で、我々の大学ではですね、まあ、その一つの試みとしてこのグループミーティングというのを始めました。で、これは、まあ、これ見ていただいたらコロナ前の古き良き密な時代なのですけれども、まあ、本当にこの膝詰めでですね、同じテーブルの中に、まあ、認証のご本人、ご家族、そして、サポーター、支援者、で学生たちですね。で、これはさっきのコウ君、農協の方なんですけれども、まあ、そういうさっきのレモネードの輪が一つのこのひな形っていうか、ちっちゃな輪がこういうふうに、まあ、ここ、5つ6つぐらいテーブルがありますけれども、まあ、さっき学長が言われたように、こういう輪がどん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 こう広がっていくと、まあ、認証に優しい地域ができてくるんじゃないかなっていう、そういうイメージですね。そこに若い学生の力も入れさせていただいています。で、まず何かね、大学生と認証当事者でコラボできないかということで、これ一番最初の記念すべき会議だったんですけれども、まあ、その中でいろいろアイデアが出ました。で、このオレンジがついてるとかも今まで全部できた。実現したということで、まあ、そのグループミーティングでアイデアを出して、それをいろいろ活動にですね、生かしていくという、まあ、そういうことを月に1回ぐらい集まってやっています。で、その中でカフェですね、今自身に7つの地域で、レモンカフェという認知症のカフェが、今日もいろいろ出てきますけれども、されていますけど、それを大学でもちょっと試みにやっているということで、認知症のご本人、中西さんが、認証を持たれていても、こうちょっとサポートがあればね、こういうふうなことができると、もともとウェルトレスをされてたということもありますね。そういうご経験を生かせるということです。共生実践の中で、まあ、これ、もう午後にまた皆さん見に来てください。キモキャラのレモンちゃんが登場しますので、これがそのレモネの活動のマスコットなんですけど、まあ、こういうふうなことを大学でもやったんですね。で、実はこの講演会も6回目になるんですけど、今までこうやってですね、語っていっていただいています、語り継いでいただいています。まあ、本当に講演後今日もお集まりいただいたんですけれども、どの方が認証、どの方が認証がわからないぐらいですね、まあ、本当に認証をもらえていてもいろいろ楽しめるような場を作っていくということをやっています。で、年度末には宇治市の、市民の皆さんに向けて、まあ、報告発表ということで、まあ、これ前の市長ですけれども、当事者の方と、支援者の方とあるいは市長とかが登壇して、まあ、こういう報告会もやって、次にどうしていくかと、次の年度どうしていくかということもやっております。で、これも宇治市 の市役所の会議、一番上の大きな会議室ですね、企業の皆さんにも集まっていただいて、で、まあ、いろんな本当に業種の企業が集まっていただいて、まあ、例えば農業の分野ですごく、コラボしてですね、いい場を提供していただいてて、でその中で認証当事者の方と顔詰めでアイデアを出していく中で、あ、こういうことやったらできますねとか、こういうことやったらということで、本当に話がいろいろ進んでいくということができてきています。こういうのをまとめて提言してですね、まあ、それをまた施策の中にも、まあ、参考に取り入れていっていただくというような活動をしています。で、古き良き時代がコロナ時代に突入しておりまして、ただすごいですね、このカフェとかグループミーティングもですね、こうしてオンライン上で認知症の方あるいはご高齢の方がもう少しずつですね、サポートを受けながらでも身につけられて、で、このズームの上で、こういうふうなグループミーティングができるというようなことも、まあ、やってきました。で、その中で、まあ、コロナ禍で必要な支援、希望みたいなことも、まあ、いろいろとですね、出てくる中で、やっぱりこういう活動の場、あるいはこう人とつながる場というのを、まあ、認知症の方、当事者はそのコロナの状況の中で、まあ、一番デリケートにですね、いろんな影響を大きく受けられているんですけれども、まあ、その中でやっぱりこういうつながる場というのが細々とでもできる限りでちょっとずつつないでいくということがとても大
体制ということが分かりまして、で、まあこのコロナの状況ですけれども、できる範囲でね、今日もこういうふうな場を作らせていただいているということになります。はい、本当にいろんな立場、いろんな世代の方が集まっていただいて、こういう場ができてきて、でレモネードメッセージっていうのを、1年に1回出しておりまして、で先ほどの市長宣言に対して今どれくらいで何ができてるんだろうかというようなことを1年1年、まあ、評価をして、そして次の活動に生かしていくということを、まあ、しようとしています。まだこれはちょっと始まったばかりというか、この試みはですね、なんですけれども、これからそういうことをやっていきたいと思っています。認証をね、これ市長宣言のメッセージなんですけど、正しく理解して世代や立場でこうやってつながるためには、どういうことができている、どういうことがまだこれから必要なんだろうというようなことを、まあ、先ほどのグループミーティングでいろいろとアイデア意見を出し合って話し合って、でそれをまとめて活動に生かすようにしています。グループミーティングも先ほどのオンラインを経てようやく対面でできるようになったんですけれども、感染が落ち着いている時ですね、まあ、ご覧のようにこういう非常に広い空間で密にならないようについたてもされたりして、まあ、いろんな制限がある中でそれをやろうとしています。はい、今日登場される藤田さんが作られたついたてなんかを利用しながらですね、やっています。今日ご登場されます。はい、ということで、まあ、このように今日6回目と言いましたけれども、これまで杉野さん、伊藤さん、中西さん、それから海老沢さん、渋谷さんと、で去年は残念ながらコロナ禍でできなかったんですけれども、2年ぶりにですね、この共に講座を開催できまして、認知症とともに生きる経験を、まあ、つなげていくということを、で今日はさせていただけたらと思っています。はい、じゃあ僕の前振りはこれぐらいで終わりなんですけれども、ここでちょっと藤田さんご夫妻に登壇いただく前に僕からお願いがあります。皆さんアンケートを今お受け取りになっていると思うんですけれども、そこのアンケートのですね、紙媒体で答えられる方、一番最初にこの講座を聞かれる前に、皆さん認知症ってどんなイメージを持たれていますか。それで思いつかれること、連想されることを1行でも2行でもいいので書いていただけないでしょうか。で講座を聞かれた後にまた もう一回同じ質問しますので、認知症の講座を聞かれた後にそのイメージが、ね、どういうふうにこう変わったかっていうことも書いていただきたいと思います。学生の皆さん、若い皆さん、ぜひスマホを取り出してオンライン上でアンケートしてくれると後の集計すごい楽なんですよなので若い人だけでなくて、オンラインのスマホとか使える方はぜひそこの QR コードから入っていただいて、で答えていただけたらと思います。なかなかちょっとそれが中とは紙媒体で書いていただけたらと思います。今から 2分ぐらい時間取りますのでよろしくお願いします。
熱心に書いていただいている方も多いですけれども、はい、若い人はあっさりできましたか。高橋さんできた。余裕ですかね。はい、ね、うつもね。はい。はい、じゃあすいません。じゃあそろそろちょっと一区切りつけていただいて、じゃあ今からですね、本日のメインイベントでございます。藤田圭司さん、藤田寛子さん、そして、増村雅文さんによる講座に入りたいと思います。じゃあお三人登場していただきますので、皆さん拍手でお迎えください。どうぞご登壇ください。じゃあここからは前、あ、じゃあ改めてよろしくお願いします。はい。じゃあここからマイクのバトン、まずは増村さんに、はい、バトンを出しますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、広瀬先生。じゃあ続けさせていただきます。早速ですけど、じゃあちょっと自己紹介ね、立ったままであれなんで、お名前と、お名前だけにしておきましょうか、最初。それだけご挨拶させてもらって座らせてもらいましょうか。私は、藤田圭司と申します。名前だけですね。はい、わかりました。はい、はい、妻の藤田寛子と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、京都認知症総合センターの増村雅文と申します。今日はよろしくお願いいたします。そしたら座らせてもらいましょうか。はい、失礼します。はい、よいしょ。そしたら前のスライドを見ながら私の方でこう藤田さんたちに何て言いましょうか、質問させてもらったりとか、そんな形で皆様にお伝えしていけたらと考えております。早速じゃあスライドを少し動かします。今日こんな感じでお話できたらなと思って藤田さんたちともお話をしておりました。さっき平尾先生の説明にもあったんですけど、藤田さんずっとこう伊藤さんたち、中西さんたち、渋谷さんたち、ここで講演されるのを見てきて、なんかちょっと緊張しますね、今日。そうですね、かなり緊張してます。珍しく藤田さんがかなり緊張した。2年前は確か僕らその辺で渋谷さんがここで喋ったのを見てたように記憶してるんですけど。そうですね、はい。すごく素敵な講演やったので、そのバトンを告げるのもまた一つちょっと喜びかもしれません。はい、ではではそんなことで、まず藤田さんの少し紹介といいましょうか、そんなことを少しさせてもらっていいですか。はい、結構ですよ。はい、はい、ちょっと前にも映してるんですけども、藤田さん小学校3年、宇治に引っ越してきて今も宇治市にお住まい。はい、で家族構成も少し触れてみてますが、はい、大学卒業して大手の電機メーカーなどで約36年エンジニアとして、お仕事をされてきました。はい、いつもこれ僕聞くんですけど、藤田さん、この藤田さんのされてたお仕事を平たく言うとどんな感じになりますでしょうか。今はもうあんまり見かけないんですけれども、DVD とか CD っていうのが一時期流行ったところがあったと思うんですけれども、その DVD とか CD の原版そのものですね、それを作る仕事をえらい長い間やってました。 CD を作るその機械の設計とかを主にしてはるんです。そうですね、いわゆるバリバリのこのエンジニアさんといいましょうか。はい、そうです。そうですね、でも本当内容聞いてもこれ何度聞いても難しい質問、仕事されてたんやなっていうのは、思いながら、後でちょっとそういう何て言うんでしょうか、仕事が垣間見えるところもあるかなと思います。でやっぱりそういったお仕事ですので本当にお忙しい毎日やったと聞いてます。はい、夜中、それから午前さまいも結構あったと思いますね。それも、忙しい時にはそれが毎日、そうですね、1、2週間続いたかな。なんかそういう時がもういくつもあって、で、ヘトヘトに疲れて帰ってくる時もあったし、でまたもう病気寸前のもう今日はもう大変だったっていうような時もあったっていうのが正直なところですね。
本当にさ、そのすごくたくさんの時間仕事にもで、ね、単身赴任したりとかいろいろされていました。で60歳手前に、仕事を一区切りされて、でまた次の、京都にある企業に勤め始めたのが2019年2月、はい、でその勤め先の社長様から2019年4月頃に、いわゆる認知症の心配があるということを、まあ、指摘といいましょうか、そういったことが、はい、まあ、指摘されたのは直接じゃなくて、あの家内の方になんかこう言われて、でそれでまあことは始まったんですけどね、まあ、あの私としても非常にびっくりいたしました。そうですね、その時があのいわゆるこの認知症と向き合うところのスタートなのかもしれません。あのその次ちょっとじゃあ藤田さんのお話しさせてもらった中で、やっぱり京都認知症総合センターでこう一緒に関わらせてもらってたので、少しじゃあ京都認知症総合センターなんぞっていうところも数分だけお話しさせてもらえたらと思いますけども、もし差し支えなくら京都認知症総合センター来たことあるよ、知ってるよ、ああありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あの宇治武田病院、 JR 宇治駅の隣のに宇治武田病院の北隣といいましょうか、そこにあります。もともといわゆる認知症初期の空白の期間を埋めるための、まあ、切れ目のないサービスを提供するために、作られた平成30年3月に作られました。ここに書いてあるように全国的にもすごく珍しい機能を持ったセンターです。もともとありました特養とかそういった施設に加えて、常設型の認知症カフェ、あとクリニック、デイサービスグループホームが備わって今の京都認知症総合センターになっています。ざっくりとした機能です。また何かの機会でご紹介できたらと思います。特徴の一つがクリニックとカフェがつながっておりますので、クリニックでいわゆる、まあ、診断鑑別等々を受けた後に、まあ、看護師等々の相談を受けながら診断直後から支援ができる、そういったところが特徴的なものになっているかなと。ある意味また藤田さんのエピソードの中にもその辺が少し垣間見せできるかなと思っています。認知症カフェってどんなとこっていうのをまた広報誌等で作っていますが、ちょっと今日は割愛します。少しだけ数字を見ておきますと、藤田さんこれ2年前ぐらいだったら大体年間5000人ぐらいカフェに来てくれてはったんですね、コロナ前。あ、そうですね、ね、すごくさ、この藤田さんこれ延べなんで藤田さんだけで365ぐらいかもしれへんけど、かもしれへんけど、延べ人数です。あともう一つちょっと特徴的なのが新館、クリニックが下にあるんですけど、ちっちゃくて見にくいんですけど、大体年間440名から500名ぐらいの新しい患者様がお見えです、ね、こういったところも少し参考。あと藤田さんがいわゆる若年性の認知症といったところになりますので、全国的なところの数字も少し載せてますが、やっぱり少ないと言いましょうか、全国でも今一番最新の調査で35,700人。ちなみにクリニックの川崎院長からお借りしてきたんですけども、クリニックの受診者が1240名いた時点で65歳未満の受診者数が大体30名、 2% ぐらいやったとお聞きしています。まあ、このあたりは少しこう背景としてお伝えできたらなと思ってきたところですが、じゃあもう一遍じゃあ藤田さんのお話に戻しますね。はい、藤田さんがこれまでっていうスライドを作ってきたんですけど、この大分スカップの家族の会の広報誌に投稿じゃないな、寄せ発端があったんです、はい、これが2021年2月号か。本当にこれまた皆さん機会があればご覧いただけたらと思うんですけども、ここに藤田さんいろんな思いだったり経過も詰め込んであるので、これそのまま今日お話ししてもいいかなと思ったんですけども、また機会があればご覧ください。はい、じゃあさっき藤田さんが社長さんから奥さんに連絡があったよっていうところのお話をしはったんですけど、それが2019年の4月の出来事でした。ひろこさん、じゃあ少しじゃマイクを持っていただいて、はい、2019年4月にその社長さんからひろこさんに電話があったんです。そうですね、社長さんから突然電話がありまして、ご主人のことで相談したいことがあるので、ちょっとお時間っていうか機会を作ってほしいということで電話がありました。その時にもし差し支えなければ、社長さん、例えば藤田さんのお勤めの上司の中でこんなことが気になるみたいなエピソードもおっしゃってたんですかね。そうですね、会社での主人の様子の中で、メモをすごく
まあ、ちょっと異常なぐらいメモを取られるんですけども、そのメモを取ったことを忘れたり、あと会議 の予定があるんですけど、その会議の予定を忘れたりとか、ちょっと 話がつ通じつまらなかったりとかするので、できれば病院専門機関を受診してほしいってことで見えられました。突然の電話でそれですもんね。本当に多分その時ひろこさんと驚きと言いましょうかなんて言いましょうか。ただ少し驚きなのが、4月15日にその電話が入って、1週間後には私たちのクリニックの方に受診してくださってるんですね。この時の動きと言いましょうか。そうです、社長さん来られた時にちょっと私だけではちょっと大変だと思ったので、すぐ息子に連絡をして、息子も同席することになりました。で、社長さんから今のようなお話を聞いて帰られた後に、すぐ息子がかかりつけのお医者様がすぐ近くにいらっしゃるので、そちらの方にどこを受診したらいいかとかを相談に行ってくれました。で、そのかかりつけのお医者さんから認知症総合センターの方に予約を入れてくださっていました。その間ちょっと主人は15日で16日から19日までの間は出勤してたので、その間は社長さんの方からも自分が来たこととかそういうのは伝えないでほしいってことだったので、家でも黙ってました。で、20日の日にそのかかりつけのお医者様のところに主人と私と息子と行って、召喚状をいただくっていう流れで、その時に初めて社長さんが見えられたこととか、そういう 不安があるってことを本人に伝えました。その数日間はちょっと息子さんと2人でこう考える。その時刑事さんはもちろんこう認知症の病院っていうのはないな、自覚症状とかそういったことっていうのはご自身の中では全然なかったんで、なんかざわざわしてるなっていうのは分かってたんだけれども、それが自分のことであるっていうのを全然知らないっていう、そういう状況だったです。そこそこ周りはざわざわしてるけども何のことだと。で、かかりつけの先生のとこ行って、クリニック、うちのクリニックご覧お越しいただいた方は分かるかもしれないけど、認知症総合センタークリニックって書いてあるんですね。で、それに対しては秋田さん、そのなんて言うんでしょう、違和感っていうか、いや、気にしなかったですね。それがなんかいろんなところで認知症っていう文字はありますので、まあそんなに深く考えることはなかったっていうのが正直なところです。その辺ひろこさんとしてもこう連れするのに若干心配とかあった。そうですね、もう武田病院に行こうって言ってましたので、その認知症総合センターという字を見た途端に嫌だって言われたらどうしようと思って、最初そこも一つの私にとったらハードルでした。そうです、本当に多分その入り口、そこの本当の入り口って大きな一つの何て言うんでしょうか、またがなかんところかもしれないんですけども、そこを越えてきてくれはりました。そこから上のカフェにすんなりとこうつながってきてくれはったんですけども、この時のこと、ひろこさんクリニックに初めて来た時の雰囲気だったりとか、そんなことも含めて。今のその日が初心、今お話ししたのが初心日になるので、ものすごく緊張とすごい不安と、もういろんな、もう本当にこう私的には押し潰されそうなぐらいの気持ちで病院を受診しました。で、扉開けて待合室に入った途端に、私が思ってた状況と違って、看護師さんが患者さんにすごくお話しかけされてて、なんか温かい空気があったので、ちょっと自分の中では緊張がこうほっとしたような感じを受けました。その流れで、カフェの方にもご案内してもらったので、僕はね、カフェにおったので、何回目かの受診の時に看護師長さんが上にカフェがあるんですけど行きませんかみたいにこうちょっと優しくお声掛けいただいて、でその時カフェって何だろうってちょっと分からなかったんですけども、でもなんか行ってみようと思って上に上がりました。そこもやっぱりこう1階と2階にあるとはいえ、なかなかそうね、すんなり上がってくるのかもしれない。そうですね、はい、上がろうと思ったらやっぱりちょっと不安があって上がっていたのを覚えてます。
ね、そんなところでこう、マクカフェともつながってきて、刑事さん、その時のことで僕も印象深いのが、当時僕はどちらかというとひろこさんといろんなお話をすることが多くて、刑事さんはともすれば別のテーブルで何かしてたりとかっていうことも多かったんですけど、はい、その時のことなんとなく覚えてますか？ええー、なんか脳トレみたいなね、うん、そんなのがいっぱいあったのと、で知恵の輪ですか、うん、ああいうなんかお遊び道具がいっぱいあったんで、これは暇つぶしになるわと、要はね、お医者さんってこの待つ時間長いじゃないですか、でその、ね、時間でそういうのをやればこれは暇つぶしになるから、まあ、閉めたのかなっていうふうに思って、まあ、思っていたというそういう試合ですね。本当そうだね、いろんなこと一緒に脳トレみたいな取り組みがあったのを覚えています。この当時のこともね、本当にこうもっともっとお話できたらと思うんですけど、今日時間が少しあれなんで少しここら辺を話しながらいきますが、6月には若年性、この時は病室で若年性アルツハイマー型認知症っていう伝え方ではなかったかと思うんですけど、はい、記憶の部分の難しさをしっかりと指摘されたということなんです。なんかそんなことを言われたような、はい、はい、でそこから、まあ、いろんな方とつながっていくんです。先ほど表にもあったように京都府には心のケアセンターさんといって若年性の認知症のコーディネーターさんがいらっしゃるので、その方ともすぐにつながったのがこのタイミングだったかなと思います。で7月に、コーディネーターさんたちと一緒にお話をカフェでしてたのを記憶してるんですけど、その日の午後から、オレンジドアノックノックレモンっていってカフェ方でもうずいぶん前からやってるプログラムがあって、日当事者と出会いの窓口っていうのがありました。それにじゃあ参加してみようかってなったのが7月のことでした。ああそうですね、はい、当時藤田さんその、ね、同じような境遇の人にも会ってみたいっておっしゃったのがその時だったと思うのと、そうやね、あとその時におっしゃってたのがこの3つ目、さっきも言ってたみたいに自分のことをなんか自分抜きで話されることがすごい辛かったっていう表現をされてましたけど、はい、その時のことは何か、なんかね、自分のことやったらやっぱり一番にやっぱり相談して、言うのが家族で、でそれで一緒になってどうしたらいいのっていうふうに考えてもらえるのかなっていうふうに思ってたんですけれども、そうじゃなかった、認知症っていう後でだったらね分かったんですけど、認知症っていうことをかなりこう気にしてたみたいで、その言葉を隠すためになんかこうちょっとおかしな動きっていうかなんか話になってたんじゃないかなと後からは感じた次第なんですけどね。鬼ごっこの鬼になったような気分だって、はい、ともおっしゃってたような、すごく印象的。でもひろこさんね、ひろこさんでも思いというか、そうですね、なんか会社、対会社っていうのは私が全部社長さんとのやり取りをしてたので、どっちかって言ったらもうそっちのことが本当に精一杯の時期だったのと、あと認知症の方にその認知症のお話をするのはあまり控えた方がいいのかなっていうのが私の中であったので、主人にはあんまり伝えない形でその頃は息子とかと話してました。でそれに対して一回ものすごく剣幕で降りてきて、自分のことなのに隠さずにちゃんと話してくれと言われて、でそれからはもう大抵のことは全部話すようにか私自身も変わりました。でもそこからはじゃあもう話せようということで全てお話をされるようになってきた。でこのオレンジドアノックノックレモン、今日もお越しの伊藤さん、俊彦さん、元子さんと一緒にカフェでしているプログラムなんですけども、3人でよく話すんですけど、初めてこれノックノックレモンって実はもうかれこれこんなに回数重ねてますね。毎月第2第4水曜日にカフェフォーでしてますので、またぜひお越しください。その僕ら伊藤さんたちと喋ってて印象的なんです、藤田さん初めて来はった時の言葉なんですけど覚えてますか？それは認知症の初心者マークの藤田ですって挨拶されました。この時は藤田さん、僕も正直驚いたんですけど、藤田さんなりに後から聞くとお考えというか思いがあったというか、正直言って認知症そのものがはっきり分かってなかったんですけれども、まあ、皆さんが言うからまあそうなんだろうなと、で病気そのものもどんなのかは分かってなかったけども、まあ、認知症
っていうことだったのかっていうこと、認知症なんだっていうのを自分でもまあ理解しとったつもりなんで、にもかかわらずその病状というのはこんなんかわからなかったんですね。ですから、まあ、認知症の初心者がの藤田ですっていうふうに、自分で紹介してで入っていったのを覚えています。ひろこさん、その時驚きましたよね。そうですね、家では自分認知症っていうのは自分は違うっていう感じでずっと言ってたので、まさか自己紹介の時に初心者マークの藤田ですっていうその言葉に私自身がびっくりしました。もちろんそのオレンジ座という場が認知症当事者さんたちが多く集まっている場所だよっていうのは事前にお伝えしてたので、まあ藤田さんとしてはすごくその場の、まあ、共通のキーワードを見つけようと思ったらまず認知症というキーワードが、そうそうそう、そういうつもりですね。そこを察してのその言葉っていうのは本当に私たちも驚かされたというか、まあ、ある意味場の力もあったのかもしれんなと思います。ひろこさん、そこのフレンダーに参加された後にこんな言葉を残してくださってました。ね、本当に不安に押しつぶされそうなしんどい時期でも、こうお話聞いたりとかで森の中であがいてって森の中からは抜け出せて今日は光が見えたように、そんなことをおっしゃっていただいてましたけども、その時のお気持ちを少し。それまではもう本当に友達とかにも話せなかったし、なかなか誰に話すってことはできなかったんですが、唯一増村さんぐらいだったんですけども、のこのこレモに参加して、まず伊藤さんご夫妻を見て、認知症だけどもすごくお元気でいらっしゃる姿を見たときに、なんか光というか、認知症だけどもなんとかなるんちゃうかとい う、 こうちょっと希望的なものが私の中には生まれました。で、その場の雰囲気が何か3組ぐらいご家族いらっしゃったと思うんですけども、すごく明るい雰囲気だったので、なんかすごく安心できる場所みたいな感じが私にはしました。その先を歩いている伊藤さんたちの姿を見て、あ、なんとかなるかもしれないっていう希望を持ったっていうのは本当にこの一つの文章に凝縮されているのかなと思ったりします。その後もね、続けてずっと来てくださってました。やっぱり藤田さんの言葉は多くて、ね、なかなか何をしたいか見つけにくい時期だった、ね、時間はできてしまって暇だでもなかなか何をしたらいいかわからないっていう時期だったと思います。そうだと思います。私もなんかこういろいろ近くの方で遊ばせてもらってたりで、散歩まではいかなかったけれども、まあ、周り行きからにセンターがあるところの、まあ、周辺とかなってるのかっていうの覗いてみたりはしてました。ね、病院に行くと藤田さんよく振り返って言わはるけども したらあかんことは結構教えてもらったというか、ね、例えば車の運転控えようねとか、はい、お酒飲むのちょっと控えようねとかしたらいかんことはいろいろ教えてくれたけども、した方がいいことっていうのはなかなか教えてもらえなかった。そうですね、なんかそれはもう、まあ、毎回感じるんですけれどもね、お医者さん行ったらもうほとんどそうなんでね、要は何やすんなばかり言われるとね、なんか、そんないっぱい言われても自分は覚えきれへんわっていうのが関の山で、でもまあその中でもね、なんかこう今、まあ、自分としてはですけれども、うん、なんかこうこんだけ、したらあかんと言われたら、うん、何したらええの、してないことをしたらええことを一つぐらい教えてよっていう気になりまして、でそれで発言させてもらったっていうのは、はい、その時僕もひろこさんも何かしたいことはないのばかり聞いてたかもしれないと思います。すごく難しい質問をおっしゃってたんだなと反省させられました。はい、そんな時期を経てながらです、もう少しじゃ歩みを進めてみますね。7月以降、宇治市の先ほど平尾先生のお話にもあったレモネード事業の中の仕事レモン、今日もご紹介の内農園さんの方の万願寺唐辛子の収穫とかそんなところに参加した。で8月にも9月、まあね、ちょっと下の方に行くといろんな奈良県の当事者の方とか仙台の丹野智文さんなどともこう交流された。でここには書いてないんですけども、10月がレモンカフェのデビューといいましょうか、やったように記憶しています。
で11月には平尾先生が作曲されてた文教大学のグループミーティングに参加された。そんな流れでこうトントントンと来てたような気がします。この写真1年目かな、仕事レモンの小株の収穫か、種そうですね、うん、ねえ、この時はね、初めて私この収穫とかね、そういうふうな参加させてもらってね、まあ田舎の方では農業やってますけど、うんうん、まあ身近なところでこの、まあ、農作業っていうのはなかったんで、それ参加させてもらって、で一体どういうのをどうやったらいいのかっていうのを教えてもらいながらね、なんかこう満足いくまで収穫をさせてもらって、うんうん、ものすごくなんかこう落ち着いた、うん、精神衛生上本当良かったなっていうのを覚えてますね。精神衛生上良かった、はい、すごいすごいね。本当この活動を続けてこられたレモネード事業であったりとか、井の内農園さんであったりとか、本当にね、後から出てきますけど、すごく感謝の気持ちをよく述べてはるなと耳にしてます。次の写真いきますよ。ドン。もう見ても楽しいですよね、多分ね。お、ちょっと大きすぎません、このカブトン。そうですよ、実際この拳ぐらいの撮ってくださいっていうのに、横見たらこんな顔してこんな大きいの撮ってる。でもすごい楽しそうでしたね。すごい楽しそうです。万願寺唐辛子も楽しいですよね、藤田さん。そうですね、それももう楽しかったですね、はい。これ一つ右下の写真が面白いって言ったら先生に送られるかもしれないですけども、クリニックの主治医の川崎先生が一緒に参加してくれてはって、外でね、いわゆる畑の中で、まあ、この時は多分問診も何もしてないと思うけど、交流をされてるっていうのも一つ。そうですね、はい。あとさっき言ったレモンカフェ、これもずっと長らく参加されてるかな。10月に2000なほとんどメンバーになってからは参加してると思いますけどね、はい、ずっとずっと参加されてるかもしれません。参加どころかもう最近では、この間、北宇治包括さんにご紹介いただいて、小倉小学校でもね、これ、ね、小倉小学校で喋った時、はい、うん、もう参加どころか講師もしてくれてあります。これ初めてかな、当事者研究グループミーティングに参加させてもらった時です。あ、ね、はい、グループミーティング どうですかってすごい質問してしまうけど、学生さんたちと一緒にこうお話をいろいろするんですけども。そうですね、学生さんは学生さんなりにね、やっぱ視点がちょっと違うん で我々、まあ、社会人とかとしてはちょっともしかすると物足りんところはあるかもしれんけれども、なんか我々社会人からするとなんか新鮮なこう、ね、意見を聞かせてもらえるっていうのと、でやっぱり若いんですぐやってみようっていうふうにね、なんかこう乗り気になっていただける方がやっぱ多いんで、その辺はなんか力強いなっていうふうに感じますね。これもね、本当に先ほどもあったけど、オンラインになったりしながらも続けて、一番最近がこんなやったかな、さっきも写真と思います。でこのよく僕ら振り返るんですね、このレモネード事業とかカフェとの事業のつながり方っていうのをよく藤田さんとも振り返ったりするんですけど、でもとはいえ、ね、これなかなかこう、じゃあ万願寺あるし行こうよって声は僕もかけますけど、ほらすぐ行くっていう方ってそんなに実は多くいらっしゃらなくって、やっぱり少し時間が経ってからっていう方が多いんですけど、藤田さんはすっとここ入ってこられて、なおかつ続けてずっと行かれてますけど、どんなところが良かったというか。いやもうね、やっぱりね、収穫もそうですけどね、なんかね、こう自分のこの垂れないね、この栄養素かなんかをね、こう満たしてくれるような感覚でね、なんかこのやっぱり収穫は楽しいし、でみんなとも喋れるし、でもうね、できてるこの食べ物を見たらね、やっぱ美味しそうだし、でそんな考えてると、なんかこう、まあ、まあ毎日でもそのやり続けたいなと思うぐらいのね、なんかこの楽しさがこうあったんですよ。毎日でも、ぜひちょっと井の内農園さんに、じゃあ今度就職を今度、ね、お願いしに行きましょう。結構何か体験的なことしながら、要は単に会って話すんじゃなくて、何か一緒に取り組みながら交流をするっていうのは藤田さんにとってすごく。そうですね、楽しかったです。本当に楽しかったですね。ひろこさんにとってもそれは同じ
ですか？そうですね、例えば会議とかだったらやっぱり緊張していくんですけども、あの漫画にしても何にしてもあの一緒に体験しながらそこにいるこう和やかな雰囲気の中であの入っていけるというのはすごくあの抵抗なくあのすごくあのいい経験ばっかりさせてもらってるんで、ね、本当あの今日写真はなかったんですけどもちゃつみもそうですし本当にそういった活動にうまくつながってこられたことですし、あと認知症カフェって多分一番最初に立ったけど最初はイメージできなかったと思うんですけど、カフェの良さといいましょうか、あのひろこさんがよくね同じ当事者でしかわからない気持ちがあるんだということもおっしゃるんですけど、まず私はカフェに行ってあの認知症についてあんまり知らなかったのでいろいろネットとか調べててもいろんなこと書いてあるからあの分からなくて多いんですけども、あのまず森先生の講義があるのでその中で認知症についてこうあの詳しくいろんなことを教えていただいてどう向き合うかとかいうのをあのすごく勉強にさせていただいてます。あとあの認知症カフェではいろんな企画をあの地域包括支援センターの方々とかコーディネーターさんやってくださるのでその一つ一つがもう私たちは今楽しみになってます。でそれとあと本当にあのそこに行ったら同じ当事者の皆さんにお会いできて、で先輩たちはいろんなことを教えてくださいますし、あのいろんなフォローもしてくださいますし、あと本当にあのお友達とかではなかなか認知症の話をしてもあのやっぱ深い話はできないんですけども、そこのままいろんな話をもうあの対等にもう同じ目線で話せるので私にとっても本当に貴重な場所です。あの、ね、それがあってやっぱりずっとこう欠かさず一つの一方だから、このコロナ禍でない時はちょっと大変でしたよね。そうですね、あの泊まっちゃった時はもうなんかまた孤立感みたいなのがすごくあったので大切を改めて感じました。あのそんな風に本当にカフェっていうものを僕らはこうどちらかというとこう内側にいて外側からのそういった感想を聞くとすごくあの場所の力っていうのを改めて感じます。藤田さんここではねあのカフェって僕はちょっと気分転換だよっていう言い方をしはるのがすごく印象的です、ね。まあ、あとはちょっとではここは少し飛ばしながらいきますね。とはいえです、あのいろんなこういう自身の レモネード事業だったりとかにもつながることで本当にまあ救われたというか、一方ででも圧倒的にやっぱり何て言うんでしょうか、日常の方が時間的には多いわけですよね。でその日常の中でやっぱりこの8月ぐらいとかもここに書いてあるけども本当に暇で仕方がない、で僕らは何かしたいことないの、そんなこと言われてもみたいな時期があったんですけど、ある時からここはあの常設型認知症カフェの良さやったと思うんですけど、ほなもうとりあえずカフェに来とかはったらどうですか、そんな感じで僕は想像したいと思う。そうですね、はい。ひろこさんもその時のことを。そうですね、毎日暇だっていう話を増丸さんにしたら、もうここに藤田さん出勤しませんかって感じで、あのカフェに毎日来ませんかって誘ってくださったので、私としたらウェルカムですね。行っておいてそうです、はい。でただ来るんじゃなくて、なんかこんな図面会できはるんですよね藤田さん、ああこんなん作ろう思うねんけどよろしいかみたいな感じで書いてきはるんです。もちろん僕的には面白い話だ、本を作ってみてくださいみたいな、そんな話をしてたのを記録してます。週に本当そうやね、2、3回、多い時は毎日ぐらいほんまにカフェに来てくれたはったのを記録してます。一応ね、私あの技術屋さんで、はいはいはい、で図面を書くじゃないですか、うん、で書けるんで、うん、であの要は本地絵だけじゃなくてちゃんとした図面を書いたらあの皆さんの理解が早いんで、うん、でこんなんやりたいんですけれどもって言った時にこうすんなりと受け入れてもらって、でそれからあこういう道やったら皆さんもならすぐに受け入れてもらえるんやっていうふうなことを私も分かってんですね、うんうんうん、でなんかいろいろと提案するようなことがあの始まったと思ってるんですけど、ね、はい、やっぱりそういう姿を見てたらカフェにもクリニックの患者さんももちろん足を運ばれますし、もちろんセンターのスタッフも足を運ぶので何してるんやろ、じゃあこんなのしてみてくださいよ、そんなことのやり取りが続いてて、そうですね、それは藤田さんにとってはこうよっしゃってなって、そうここで出番やと思いましたここで出番やと思って、ね、そうなると本当にそうなんですよ、役割が増えてきたらそれが活動になっていくんだねっていう話をよくして、で作業工房法っていうね、もうじゃあもうプログラムで作っちゃおうって、はい、これ画面の写真、ご自身は社協さんであの
子ども学習支援事業のために使われる本棚、ちょっとこれ多分かなりオーダーメイドでしたよね。覚えてありますか？覚えてますね、はい。収納スペースがかなりないから手すりを外に出すなとか、なんかいろいろ難しいですね、はい、要望があって、それを一生懸命考えた記憶がある。あのね、であのうさぴょんの絵も描いた、あれはひろこさんか、はい、ガス合作ですね。で、こんなことさせてもらってます。これで映してよかったかな、サルトにしとこう。あの、こういうサービス公社さんでもいろんなパーティションを依頼してもらって、実際に採寸しに行って川北さんがこう、あのこんなものがいいんだっていうことを言ってくれはった時の風景です。これじゃあそれを実際持って帰ってきてカフェで作業をしている時の風景ですね。やっぱりものづくりこうやってみんなでしているのは藤田さんにとってもいい時間ですか？そうですね、あの大好きですね。あの、まあ、自分の創造性ももちろんですけれども、みんなとこうあのワイワイ言いながらね、で、まあ、共同作業になるじゃないですか。それがやっぱりなんかこう充実感を味わえるなと。でしょうもない話でもね、なんかこうちょっとこう色がつく 花がこうあるっていうようなね、なんかそんな話になると思うんですよ。でそれがやっぱりなんか自分にとってはなんか精神安定さみたいなところがあって楽しかったですね。これ後ろの方にあの藤田さんの師匠が映ってるの分かりますか？はい、分かります。師匠はどっちか、要は専門職総合センターのスタッフなんですけども、あの麻生さんのサポートっていうのも藤田さんってすごく大きい、はい、きっと大きかったと思いますね。もう最初の頃特にね、もうあの丁寧に教えていただけたと思います。そうやね、やっぱりこうもちろんいろんなことを取り組みたい反面、少しサポートが欲しい時って藤田さんにもやっぱり青くあるので、そういった意味ではあの一緒にこう少しサポートできる仲間といいましょうか、そんなのは大きな存在なのかもしれませんね。ね、振り継いにも納品させてもらいました。いろいろいろなものを作りました。あと後ほどこれまたこの後の交流会の時に少し掲示させてもらえたらなと、平尾先生の了解ももらってますので持ってきてます。でこういうことをしていると途中お気づきかもしれないんですけど、いつからかね、私服じゃなくて制服着てはるんですよ。あのこういった活動を続けて総合センターの中でも役割を果たしてくれはると、やっぱりじゃあ一緒にここで仕事してみないかっていうことになって、であの総合センターの事務長も施設長もすごくそこを後押ししてくださったのを記憶してますけども、やっぱりこの仕事をしようってなった時は何て言うんでしょうか、嬉しいですね。いや真剣ですよ、ほんま真剣ですよ、うん、じゃないとあの特に大学道具なんかやったらもう下手したら定期いますからね、うんうん、そうやね、本当に真剣、はい、その中にもなんかこう笑いと、うん、なんかこう冗談と、ね、まあ、そんなのを加えながら、まあ、楽しめたかなっていうふうに思いますね。今あの週1回から2回ぐらいね、はい、仕事してもらってますけど、今ぐらいのペースでいいですか？はい、今日事務長とか来てはるかもしれんから増やすなら増やすって言ってた、はい、だ今ぐらいのペースがちょうどあ、分かるかなと思います、はい、もうちょっと3日ぐらい働くって言ったらちょっと交渉しようかなと。じゃあ今ぐらいの契約で、はい、引き続きお願いします、ね。まあ、こんな形でね、実際こういろいろな仕事を関わってくれてはりますし、はい、この間これあの福井サービス公社さん、小倉美穂さん、平尾岡さんとかと一緒に宇治橋商店街の中の大阪屋マーケットさんっていうあの商店スペース、商業スペースでイベントさせてもらった時の写真です。これも本当にみんなで作り上げてあの楽しいイベントになったんですけど、賑やかな一日でしたよね。木工教室をしたんです、子供向けですね。覚えてますか？ええ、あの木工教室で私やってたのはね、もう組み立てるのが一生懸命でね、その前にこの並んでるの子供たちがねもう待ってくれてると思ってて、もう作るのに精一杯です。だったですね。全く声かけても聞いてくれなかった記憶があります。本当に没頭されてましたよね。はい。ね、こうやって方もです。右側にいるのがその木材提供してくれてる永谷木材さん。ね、この協力してくれてありますね。こんな活動を本当に仕事としてずっと続けてあります。去年のフォーラムではこうやってね、あのみんなで下坂さんと一緒に登壇したのも、ああ、そうですね。はい。記憶に新しいですね。はい。ですね。で、こんな本当にこういろんな活動を通じてきて、ですごくあの何て言うんでしょうか、レモネード事業にもうまくなかった、日常の生活の中でも役割を見つけていった、本当に今ちょっとどちらかというとうまくいってるところのかいつまんでお話ししている中で、これ森先生にちょっとお借りしたスライドなんですけども、皆さんある時後から来た僕が一番
直接そんな表現をしてくださいましたけど、それは、はい、どういう思いで発されたことを発された要は例えば法王にしてもですね、スタートから考えたらまずは何もないところから始まるんですよね。例えば道具もそうだし、で経験者もいないしっていうところから始まって、で、まあ、参加者が何人かちょっとずつ増えてきてっていうふうなね、そんな形になるんだと思うんですよね。で私がそれからまあ、最初から最後まで、ずっと同じことをやっていくということでもなしに、みんながこう、協力しながらね、このそういうものの成り立つをちょっとずつこの大きく膨らましていくというような感じのまあ、ものづくりをやってたのかなっていうふうに思ってて、でそれやったら自分一人だけじゃなくて、うん、みんなのやっぱり力があって、まあ、今に至ってきたのかなっていうふうに思ってる次第なんですよ。本当に共同でするっていうことの大事さと、あとはさっき言ってたそのずっとこう積み上げてきてくれたはった事業だったり取り組みにこ うまく乗っかったって言ったら言い方正しいか分からんけど、はい、そこは躊躇なく乗っかられた藤田さんもすごいし、はい、前を歩いてた方たちゃっかりしてるなと自分も思ってます。ちゃかりいいと思います。ひろこさんも素敵な言葉で表現してくださって、ごめんなさい、これ引き続き入れてくるの忘れたけども、これ今年の4月じゃなくて去年の4月でよかったっていう言葉をおっしゃってたんですけど、これ どんな経緯でお話された時の言葉だったか。これ言ったのは2020年の4月の今年の4月というのは2020年4月のことで、2020年4月といっても非常事態宣言が出て、いろんな行事等々も全部ストップした時だったので、もしその時に認知症がになってたら多分どこともつながらなかったかなというので、去年の4月でよかったっていうふうに言ったと思います。2019年の4月に藤田さんはいわゆる病気と向き合うわけになったけど、2020年の4月にもしそれと向き合ってたらこのような流れにはならなかったかもしれない。どこともつながれなかったし、多分家で引きこもってたかもしれないと思います、うん、すごく不思議なことなんですよね。認知症になるのが早くなってよかったって言い方になともすればなるんですけど、それだけやっぱりつながることといろんなタイミングと、逆に言えば今コロナ禍でいわゆる認知症と向き合うことになった方たちにとってはそういった出会いの場がひょっとしたら、とりあえずやっぱりどこかと早くこうつながるということが一番大事だと私はもう体感したので、やっぱりコロナでつながれなかった人がいっぱいいるんじゃないかと思ったら、ちょっとでもどこかに手の差し伸べてくださるとこどこか絶対あるはずなので、そしたらそこからまたいろんなところにつながっていくって、それがすごく大事なことだと私は思っています。はい、ありがとうございます。本当にね、そのあたりのことを多分皆さんにお伝えできたらと思うのと、もっともっといろんなエピソードも含めてと思うんですけども、時間が少し締めくくりに近いところに来ました。これ、実は藤田さんの言葉というか、藤田さんのメッセージで、最後藤田さんから一言言葉をもらおうと思ってたんですけど、以前にあるところでお話された言葉を一緒に文章で起こしてたんです。もしよければ藤田さん、言葉として、はい、残していただけます。はい、じゃあ話しますね、はい。自分が認知症と診断された出来事も含めて人生予期できないことがたくさんあると思います。その時どう動くか、私は社会のさまざまな出来事も自分に起こる出来事も全て受け入れた上で、自分にとってその時ベストな選択は何かということを考えることにしています。また現在の暮らしで楽しみにしているのは、まあ、レモンの仲間の皆さんとの活動です。一緒に講義を聞いたり音楽を楽しんだりいろいろおしゃべりをしたり、したりと集まって楽しむことで十分自分が癒され、それが日々の生活を安定させるようなことにつながっているというふうに私は思っています。ある公演で一緒にさせてもらった時に、最後藤田さんに無茶振りで何かまとめてくださいって言った時にポンと出てきた言葉やったんです。
やっぱり予期せぬ出来事ってやっぱり多くありますよね、この方も。そうですね。本当にそれをぐっと学生さん向けのお話だったと思うんですけど、すごく心に残りました。ひろこさんの心の内も少し表現できたらと思うので、ご覧になった方もいるかもしれないけど、少しこの、もともとひろこさんは水墨画の方を。そうですね、水墨画の風景画をずっと描いてます。ました。はい。で、ちょっとこの絵をお見せしていいですか。これ、ひろこさんの描かれた絵です。昨年、ちょうど1年前ぐらいですかね、展覧会、2人展というのは。去年の11月に88歳のお友達がいるので、その米寿のお祝いを兼ねて約束をずっとしてて、でこの認知症になって、本当は1年前だったんですけども、1年遅れちゃったんですけども、やっぱり約束を果たしたくて、去年の11月にその友人とも2人展をした時に出した作品です。少しだけ絵の解説をしてもらったらごめんなさい、ありがとうございます。下にこうひまわりがこう折れてるような、はい、いっぺんに描いた絵じゃなくて、2019年の、12月、20年の1月ぐらいに毎年出してる展覧会があったので、それ用に描こうと思ったんですけども、もう折れた2本のひまわりしかその時描けなくて、でそのままずっと彫ってたんですけども、11月にお友達と展覧会することになって、もしかしたら今だったらちょっと描けるかなと思って、でそれで1ヶ月ぐらいで上を見てるひまわりとか描きました。その上にはこう黄色い散りまみられたなんて言うでしょうか。はい、私の中ではキラキラした、それはこの認知症になってレモンの仲間の人たちとかいろんな人たちに支えていただいてとかして、ここまで来れたなっていうのが私の中のすごい実感というか、ありがたいなと思う気持ちだったので、それをこう表せたらいいなと思って、上のキラキラしてるのは私の中では仲間の皆さんたちへのこう感謝というか、そういうのを表現したくて描きました。本当にこのいろんな言葉で表現することも大事だよっていうので、これ絵っていう形で表現してくださったのは本当に僕らも印象に残っているものであります。実はこれ下のちっちゃい前を向くっていうタイトルの右側にひろこさんがこれ、まあ、分かる人さえが分かってくれたらいいなっていうメッセージを。そうです、照れくさいし、この時にお友達言ってた友達もいたんですけども、主人のことを伝えてなかった友達もいたので、見に来てくれたお友達がに対しても今の私の状況をこうお知らせしたかったというのもあって、だけども見てくれる人が見たらいいかなというので、本当にちっちゃなハガキ代の説明なんですけど、それをキャッチした人がいましたのでそう、隠し撮りしちゃいました。でこう紙に起こしちゃいました。でこれをひろこさんの最後この今日のお話の最後の言葉としてお届けしたいんですけど、これね、ご本人さんに読んでくれっていうのはなかなかちょっと照れくさいのもあるでしょうか。で僕が読んでもちょっと味気ないなと思ったので、平尾先生にお願いできたらなと思ってるんですけども、平尾先生、ひろこさんのお気持ちも含めて最後のお願いします。代読お願いいたします。お願いしてよろしいでしょうか。もうここにいる全員がひろこさんの言葉を最後聞かれるのを期待されてたと思うんですけど、もう君は聞き入ってたんで、あれですけど、じゃあそういうことでしたら、はい、僭越ながら私が朗読させていただきます。藤田恵泉さんですね、画家名は。そうです、画像が恵泉と言います。はい、はい、ということで、藤田ひろこさん、恵泉さんの絵の添えられたですね。人生の転機は前触れもなく、政権の霹靂のごとくやってきた。くしくも結婚記念日の日に、目の前の世界が色のある向こう側の世界と色を失ったこちら側の世界の2つに生まれた。黒い渦の中に引き込まれるように心が折れた。深い森に迷い込んだ。前が見えない。何が起きているのか、ひたすら着地点を探す。ある日、こちら側の世界にも希望の光があることを知った。自分たちだけではないことを、前にも道があることを知り、
下を向くしかなかった目線が上向きになることができた。気づくと周りに優しい空気、レモンの仲間の皆さんの温かさと心強さに触れ、仲間に入ることで安らぎを感じた。歩くべき道もうっすらだができて、先の景色や今何をすべきかも少しずつ目に入るようになり、生きやすさ、生きるエネルギーを感じられるようになってきた。次々に壁ができる日々ではあるが、つまずきながらも顔を上げ、なんとか前を向いて歩いていきたいと思う。藤田健先生の言葉でございました。ありがとうございます、平尾先生。ね、平尾先生に読んでいただいて、もうこれ以上付け足す言葉がないので、藤田さんの残すことありません。一つだけ、じゃあ最後この、ね、この文章すごく何とか僕も読んだけども、特に最近このずっと真ん中ら辺もすごく素敵なんですよ。でもやっぱりこんだけこういろんなとことつながって恵まれてきた藤田さんたちでも、一番最後の2行に表現されているように、やっぱりそれでも次々にいろんな壁がある、そんな日々でつまずくこともあるということもおっしゃってたので、やっぱりそういった意味では引き続きずっとこの、なんていうんでしょう、認知症に優しい街にもっともっと、そうですね、もう自分たちだけではどうにもならないことがいっぱいあります。でそれにはもちろん環境もですし、あと仲間もそうですし、やっぱりつながってこうみんなの温かい空気を作るような、そういうのが大事なんじゃないかなと今私自身は体感というか経験から思っています。だから本当に引きこもっている人は早くつながってほしいし、つながったら何らかの手立てもあるし、ただ病気自体は本当に毎日というか、壁というかハードルがいっぱい飛んでも飛んでも来るので、そのちょっと飛びながらいろんなことをこう考えながらやっていかないといけないなと、毎回落ち込んだり明るくなったりいろんなことを繰り返しながら生きてます。はい、ありがとうございます。そんなこともね、共有できたらいいなって今日話をしてました。じゃあこれね、時間も最後ですが、じゃあ最後ごめんなさい、藤田さん、今後の意気込みかなんかで締めていただいて。はい、はい、今までいろいろかなりも皆さんにも手助けいただいて、非常にありがたかったなっていうふうに思っています。で今後はですね、私も家内もそれから増村さんなどこの手助けいただけている方々も含めてですね、より強く、より思いをこうまっすぐに、これからのこともどん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 、受け入れてですね、たくましくより強く成長していきたいと思っています。ぜひ、我々の活動を見ていただいて、ご協力をよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。でしたらこれで講座といいましょうか、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや限られた時間ではありましたけど、本当に藤田圭司さん、そしてひろこさんね、ご夫婦、それから増村さんというのは、本当に何ですか、二人三脚、三人四脚、あるいは本当レモンの皆さんとのつながりことはね、とても伝わってきました。ありがとうございました。本当に言葉に、ね、なることもならないこともいろんな思いをお持ちになりながら、圭司さんの作品、ものづくり の姿とか作品とか、あるいはひろこさんの絵、のね、表現を通して、そういう思いもね、すごく受け取らせていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと時間を15分ぐらいいただきましたので、ちょっと僕らの皆さんも一緒にね、振り返りというか、質疑応答とかもと思うんですけど、僕、ちょっと皆さん考えておいていただいて、僕一番最初にというかこれ 6年目でしょ、6年目で6人目 のお話いただいてるんですけど、6年前
に杉野さんって1番バッターでお話しいただいた時って、この杉野さんがこういう認知症と診断されてから、いわゆるこうその、まあ、やっぱり認知症と診断された後は本当にこう迷いや混乱や、まあ、ある種のこうそれまでの自分の人生生活がこう その通りにはこう進まなくなるような思いに気持ちになられると思うんですけど、それから前向きになられるまでに、1年半とか2年とかは多分ねかかっておられたと思うんですよね。それが今日 の、 6年経って藤田さんご夫妻のお話をお聞きしてると、まあ、診断されてすぐ上の2階にクリニックがあって、そこにねつながった、あんまりこう時間そのもうなくというか、 すごいあれですね、すごいことというか、この6年の間にそういうことが起こってるんだっていうのがまずね、本当にちょっと6年前の語りも思い出しながら、そのあたり どうですか、すぐにね認知症の診断がつくかつかないかぐらいでもレモンの仲間の皆さんに出会われて支援にもつながったということですけど、はい、そのあたりはご自覚はいかがですかみたいな変な質問なんですけど、この認知症になった時に本当にもうもう人生終わったぐらいのもう かなりショックもありました。で、笑いもすがる思いというのもあったんですけども、落ち込んでばかりいられないし、やっぱ私ちょっと性格的にあまり後ろを見ない性格もあるんですけども、たまたま総合センターが上にカフェがあって、でそこがまずそこにカフェがあったということが私たちにとったら一番大きかったんじゃないかなと。これが遠いとこだったらもしかしたら二の足三の足踏んだかなとは思います。2階に上がるっていうのに関したらすごく勇気があるってことではなくて、案外こう自然の形で上がれたかなとは思ってます。はい、こうね、さっき看護師さんがちょっと声をかけてくださってすぐにねつながれたっていうことも、その看護師長さんも行くたんびにすごくいろんな声かけもしていただいてたので、その声かけは本当に なんかそこで抵抗とか雪にはならなくて、で上に行ったら増村さんがいらっしゃって、あの日多分私ものすごい長い時間増村さんにいろんなことを吐き出したと思います。やっぱり結構この病気になった方っていろんな思いがあって、それを一人で多分耐えたりとかいろんな状況だと思うので、誰かに吐き出すってことがどんだけ大事かなというのをあの時に思いました。さっきケイさんがお医者さんにね言われる、これはやったらかこれやったかみたいな話もありましたけど、なんかすごく印象的だったのはこうそうやってカフェに上がったらまずご自身たちのお話をただただ聞いて くださったっていうね、ご自身たちの気持ちをこう出せる表現できるそういう場と存在があったっていうことはとてもね大きなことだったんだろうなって思いました。はい、ありがとうございます。でまたそのあれですね、そこにカフェがあって、それがその時々空いてるカフェじゃなくて毎日空いてて、そこに刑事さんも通い詰められたっていうところが、それも6年前とかね、6年前のところじゃない、3年前なかったですよね。そういう場ができてるっていうのはすごいことですね。刑事さんも、はい、私もどちらかというと以前はですね、すぐにこうアクションを起こすことは全然こうできないような性格だったんですよ。でもなんかね、
ちょっとこう、ちょっとした具合の時に、これ、大工道具とかね、なんか、買っていただいた、私がですね、ちょっとお願いしてですね、木工をやりたいっていうふうなことをちょっと提案させていただいて、で、大工道具セットを、購入していただいたんですよね。で、正直、以前、自分で、家の中でですね、日曜大工みたいなのをやってたのがあるんですけれども、やっぱりね、日曜大工とこの大王でやってた時のその大工の姿勢はやっぱり明らかにやっぱりこう違っててですね、でどうしてかというと、やっぱり人のためにこれやらないかんねやっていうふうな、要は売り出すとかそんなんじゃなくてですが、やっぱりちゃんと作った人に届けないかんということを考えると、やっぱり気を抜けないなっていうふうにこう思ってですね、でやってた次第なんです、でそのなんかこの気抜けないっていうのが延長でいろいろとこの、先輩それから師匠も含めてなんですけど、いろんなことをこう教えてもらったんじゃないかなっていうふうに私は思ってて、その辺もありがたいなというふうに正直思っています。お一人でねやってるんじゃなくて、皆さんとこうやってるワイワイとこうやっていることがとてもご自身の精神安定剤になってるという、そうですね、言葉もありましたけど、すごいなと思って聞いてましたね。はい、ありがとうございます。どうでしょう、じゃあ皆さん何か質問とかコメントとかないでしょうか。大勢の中でそう言われるとあれかもしれないですけどね。どうですか。じゃあ僕いつもそういう時は無茶ぶりで当てるんですけど、いつも講義でも学生に無茶に当てるんですけど、西本君っていう人はそこにいますので西マイクある？あ、マイク、あ、やんすみません。ちょっとじゃあせっかく大学なんで若い人代表で、はい、すみませんね、いつもお茶ぶりで。あ、そうですね、ちょっと質問とかちょっと考えてはいたんですけど、話を聞く中でちょっと自分なりに解決したんですけど、コメントという形でちょっと言わせてほしいんですけど、僕は以前介護士として働いてた経験があるので、認知症の方とも関わってきてたんですけども、その刑事さんの話を聞いていて、ちょっと浮かんできたその関わってた時の記憶でいうと、その認知症になられた方でも身の回りのことをだんだん忘れていっても特別な記憶は消えなかったっていうのがすごく思い出して、一人だったら畑の記憶を全く忘れなかったり、昔服の仕事をしてたので服のことを忘れなかったりだったんで、そこからちょっと質問として、刑事さんやったらどんな特別な記憶がなんか残るのかなって思いながら聞いてると、やっぱりものづくりの話をしてるときはもうすごくエネルギーがあってすごい楽しそうだったんで、あ、これなのかなって思ったんですけど、その今やっているレモネードとかの活動が何というか認知症になってから何か新しく、ケイさんの中でのその特別な体験というか記憶になっていったのかなっていうふうな印象を強く感じました。以上です。ありがとうございます。なんかそう言われるとそのような気がします。正直私としては一番このなんか身近なもんで何か作れればいいなっていうふうに思ってたところなんですけれども、例えば金属加工とかいうのやったらもう正直ものすごく大きな機械もいるし、
手軽にはできないんですよね。でそこで、まあ、便利なのがそれこそ木工なんですよね。木自体もそんなに高くはないですし、でまた扱いもしやすい。でそれを考えるとですね、なんかそっちこの、自分の扱いやすいもんでなんかこう表現できればいいなっていうふうには思って、始めたっていうところはあります。でも始めるときにはそんなにこの明確にこれを作りたいっていうふうなものがあったっていうわけじゃなくて、ちょこっとしたそれこそはしごのところちょっとこれが弱いんやからそこちょっと補強してもらえへんとかいうようなそんなところのところから始まってるんで、あんまりすごいことは言わんのですけれども、なんかそれがずっと積み重なっていくと、なんか自分でもなんかこうものづくりが一人でもできるなっていうふうになんかちょっと自信を持ち始めてやったような記憶があります。で皆さんのなんかこのなんかこう今までの中からちょっとこのやってみようかなっていうチャレンジしてみようかなっていうことはたくさんあると思うんですけれども、そんな気分でやり始めてですね、それがたまたま長続きしたっていうそういうところかなっていうふうに思ってます。ほんまにこれも周りの方々がおられてで手助けいただいた成果かなっていうふうに思ってまして、それこそ、ごぼうの方々というかごぼうに訪れていただける方々の賜物かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。もともとね設計をされてたというそういうそれまでのご経験とかも終わりだと思いますけど、やっぱりこの認知症になられてからの、次の人生のステージというか再構築の中で、また本当に刑事さんらしい演技を注がれるものを見つけて見出していかれて、それをまた仲間とこう一緒にやるっていうところがすごく新しい次のステージに歩みになられたんだなっていうのを本当感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあもう一方くらいどうでしょうかね。あ、どうぞ。はい、じゃあマイクマイクを、はい、増村さんにお尋ねしたいんですけど、外来へずっともう何年もかかってるんですけど、レモンカフェとか法王とかっていう組織を知らなかったんですけど、どのようにしたらそちらへ行くことができるんでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、私どももこの間もさっきにもお聞きしたように、まだまだちょっと広報が、ね、十分できてなかったり、お耳に届けられてなかったんですけども、カフェ法王自体は1階にあるクリニックの受診の有無にかかわらずどなたでもご利用ができますので、ただ今日現在で行くとね、いわゆる常設型と言いながら今コロナの対策もあっていつでも誰でもどうぞにはまだできてないんです。ですから今のところはいろんなこう例えば作業工房とかいろんなプログラムの日にお問い合わせいただいてからお越しいただくっていう流れにはなってるんですが、もう少しこの状況がいい状況が続きますと本当にいつでもフラッと来ていただいてもいいですし、ただ何もないのに行くのはっていう方のためにいろんなサークルであったりとか趣味活動を作って、それこそ手芸が好きな女性の当事者の方がいらっしゃったら手芸の会を作っていこうかとかっていう形で、今日もお越しの卓球がお好きな方たち集まって卓球交流会しようかとかしているので、何もない中で行くのはちょっと不安だなと思ったらそういうイベントごとというか活動を入り口にしてもらってもいいのかなと思います。外来へはちょっとかかってるんですけれども、徒歩ですか。あ、そうでございますか。その場合はエレベーターで2を押してもらったら石川のカフェ行ったことがあるんですけど、はいはい、誰もいらっしゃらなかった。あ、トイレ行ってたかな。私もほぼほぼ常設型なのでほぼほぼそこにはおるようにしておるんですが、現実まで今はいませんかったりとかで、そういう時はできる限りこうクリニックの職員であったりでこう対応しているようにはするんですが、またお電話なんかいただけたらなおなお確実にご案内できるかもしれません。それと本人
一人を置いて帰ってもよろしいでしょうか。状況にもよるかもしれませんけど、もちろんそこでお過ごしいただくことに関しては全く問題ございませんし、どなたかが絶対ついてないとダメなんていうことはございません。ただ先ほどもあったように私もこう出たり入ったりすることがあったりとかするので、その状況で問題なければお一人でご利用いただいてても、例えば本を読んだり、藤田さんだったらそれこそ一人でずっとこう脳トレチャレンジしたはったりしてたので、そういった使い方であれば何ら問題はないと思います。はい、はい、ありがとうございます。最後時間来てますけども、ちょっと一言だけ、そのいつも、山田君待って、ちょっとその、カフェにですね、おられるノックノックレモン、今日も出てこられてましたけど、伊藤さんご夫妻、先輩ですね藤田さんの、ちょっと一言ご夫妻にいただけたらと思います。どうですか、今日どうでしたか、藤田さんのお二人の語りは、先輩から見て一番最初ね、入り口でカフェに、まあ、今おられなかった時もあるけど、伊藤さんご夫妻がおられて、当事者同士でお話をされて、まあ、この道が開けたっていうことなんですけど、随分と恩義を感じておられるみたいですがいかがでしょう。いや、突然言われても分かんないんですけども、すいません、無茶ぶりです。いや、僕らが一緒に行ってるところっていうのは、誰が行っても誰かどれか違う人が行っても来て、それなりに話をして帰っていけるような環境になっております。ですから来られてみて、この人とだったら話したいなとか、なんか仕事するならいいなとかと思われて判断されるのは当事者の方だろうなと思ってます。だから中で働いているというか、中にいるのはその場所で今日はこれをやろうと思って来ている場合もありますし、だからそれを見て、そんなのを私もしたいなと思う人がいて入ってくるのは拒まないでしょうし、ですからそういうものが行われている場所があるんだということを理解してもらった方がいいんではないのかなとは思います。増村さん、何かいいしてもらえればお願いします。そうです、伊藤さんとも言ってオレンジドアもそうですし、このカフェ本もそうかもしれんけど、こうあり続けておくっていうのはすごく大切やなっていうのは、いつも伊藤さんたちとも話しています。やっぱり続けてずっとそこにあるっていうことがすごく大切やな。で、後ろのご質問いただいた方のように、いつかこうタイミングってつながっていただけたら本当にこういいなと思ってますので、引き続きね、伊藤さんも含めてあり続けられるようにできたらと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、時間になりましたので、この辺りでお開きにしたいと思います。今日は本当に藤田さんご夫妻、そして増村さん、どうもありがとうございました。皆さん最後にありがとうございました。はい、じゃあこの後ですね、この会を開くになりますけれども、サロンドパドマっていう芝生に囲まれた平屋建ての建物がありまして、そちらの方で交流会のような感じで藤田さんご夫妻も来られますし、先ほど出てきた作品とかでも展示されてますので、あと卓球とか K スポーツとか音楽とか、なんかそういう感じでもできますので、ぜひお寄りいただけたらと思います。で、最後すいません、お願いなんですけど、アンケート、最後まで仕上げて、書いていただけたらと思います。学生の皆さんとかで帰りがけにね、できる人はもうそれでいいですけど、紙媒体の方はアンケート最後仕上げていただいて、あそこの入り口の受付のところでアンケートを出して帰ってください。じゃあ本当に皆さんお気をつけて、コロナの中、今日はどうもご来場ありがとうございました。失礼します。